おはようございます、こんにちは、こんばんは、塾長です。6月9日水曜日はロックの日。はい、まあ6月9日だからロックですよね、わかりやすいですよね。はい、まあロックっていう言葉でね、いくつか思い当たるものがありますよね。まあ、一つは鍵です、鍵。ね。日本セキュリティロック組合っていうところが2001年に記念日として制定したそうなんですね。1年に1回は鍵がちゃんと効くかどうか、防犯にきちんと効いてんのかを見直しましょうっていう、そういう日なんだそうですよ。まあね、そんなにそそ壊れるもんじゃないですけどね。うちの教室の後ろの入り口のところの鍵がもうね、もう昭和の代物といいますか、割と古いんでね。ある日突然ちょっとね、鍵が回りづらくなる時があったんですよね。そうするとね、油を刺すと解決したりするんですよね。ね、まあ、そういう手入れとかもね、こういう時にちょっとしてみるといいのかもしれません。はい。もう一つ思い浮かぶのは、あれですね、音楽のロック。ね。っていうことですね。この日に、ミュージックネットワークっていうところがやっぱり制定した、ロックの日なんだそうです。で、ロックの日、音楽のロックの日って2つあるんですって。1つはこの6月9日で、でもう1つは1月の8日だと。で、この1月の8日の方は、ロックの元祖エルヴィス・プレスリーとか、デビッド・ボーイの誕生日ということで、それにちなんでつけたということなんですよね。はい。まあ、中学1年生の皆さんとかはね、英語の時間に英語の曲とか聴き始めたりとかしてね、で、ビートルズとか聴かせる先生とかいたりしますでしょ？ね。だからだんだんそういう、そもそものロックとかをね、まあ、イングランドのロックとかですよね、UK ロックっていうんですか？ね。そういうものであるとか、ね、ちょっと聴き始めるのかなと思うと、ちょっと感慨深いなというふうに思うところですね。はい。まあね、あとね、ウイスキーのロックとかあったりしそうですけど、それは特に記念日はないみたいです。あんのかな？知らないです。はい。というわけで今日は塾講師の独り言のコーナーです。今日は数学の授業をやってみようかなというふうに思います。560という数を素因数分解してみようと思うんです。素因数、素数ってのは何かっていうと、1とその数でしか割ることができない数ということですね。端っこから書くと、2、3、5、7、11、13、17、19。ね。まあ、ここまでは覚えなさいって多分学校で言われるんじゃないですか。23、29ぐらいまで書いておきますか。ね。100まではできれば言えた方がいいと思いますけど。ね。13ってのはもうね、九九にないでしょ。で、1と13でしか割れない数っていうことなんです。そういうの素数って言うんですね。で、素数の掛け算、ね、素数だけの掛け算にしようと。ね。そういうのが素因数分解というものです。560素因数分解というと皆さんはどうやって習うのかというと、この素数の小さい方からもう数割っていこうって言うんですよね。2で、まあ、280で、2で140で、2で70で、2で35、5、7、35ということで、2が4乗かけることの5かけることの7、出来上がりみたいなことですよね。はい、学校の教科書に書いてあるものとか学校で教わるものはこうやってやるわけですね。はい、今日は一つちょっと二股因数分解というテクニックをぜひ覚えていただくといいんじゃないかなと。とりわけでこのね、1の位とか10の位とかにこう0が、まあ、1の位、ね、に0があるときはね、この二股因数分解とっても便利なのでね、ちょっと知っておくといいと思いますよ。はい。560って0がついてるってことは10の掛け算で表すことができます。 56×10 って表すことができますでしょ。はい。まあ、掛ける掛けないでいいんですけど、こうやって二股にこうやって、56×10 って掛け算になるような、何掛ける何はこれっていう風に言えるように二股にこうやって分けていくんです。で、10は250ですよね。で、56も九九を思い浮かべるのよ。そうすると7、8、56でしょ。で、8って言うと、4人が8の2人が4ということであります。そういうことで、2、2、2、2、5、7、さっきとやってることが一緒ですよね、ということです。で、0があるときとか、九九で表すことができる数字があるときっていうのは、こうやって片っ端から割っていくよりも、二股因数分解でやった方が間違いが少ないと思います。よくこの図を見てですね、使えるようだったら、使ってみてください。はい、ちゃんと数学の授業しました。
今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。